こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、跳ねた16ビートの叩き方ですね。16ビートのパターンはとりあえずこの3種類だというふうに僕は前にお伝えしていると思うんですが、まあ、シンコペーションしないもの、8部でシンコペーションして飛び越えるもの、16分音符で最後シンコペーション飛び越えるものの3つがありますよというお話でしたね。で、このスネアの後に、ドドンって次に行ったり、ツッドンドンって行ったりとか、ウドンって言ったり、そういう組み合わせでウドンドドンにしたりとか、ウドドンドンにしたりとか、こういう、まあ、バリエーションがありますよみたいな感じ。あと、ここはドンドンにしたり、ドンドドにしたりとか、ドンツドンにしたりとか、いろいろあると思うんですが、基本的にはまあ僕的にはこの3つのパターンが結構中心なのかなって考えているので、これを練習します。で、16が全部跳ねるので、よくあるんですけど、この跳ねたビートの時にまあなくはないですけど、基本は弾むんだったらこのダウンアップは裏側に入る。なので基本全部表はこうダウンにした方が、これだけで跳ねた感じで出るじゃないですか。なのでこういうところがすごい大事ですね。なのでこれで、まずは8分音符、まずは8分音符でこれ全部やってみてみますね。まず A、ワン、ツー、シー、E、C、まあ初心者の場合はタッカタッカのイメージで大体ハマればいいと思うんですが、まあ上級者の方はタッカタッカをちゃんとメトロノームでピッコ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 って鳴らして、そこにちゃんと足が入ってるかどうかを確認しながら練習してください。で、まあバリエーションとしてはちょっと C でやるね。 C でやると、ここに ABC、 A プラス C、 B プラス C を入れてやってみますね。ワン、ツー、このタトドン、ここはダブルなので A で、ここも裏から表に行くときはダブルを使う。表から、例えば、シナリンゴさんのドード、こう丸の内サディスティックみたいな感じだと、ドードは3連の真ん中抜きなので、これ両方シングルです。こう表から裏の時はシングルになって、裏から表の時だけがダブルになります。これが普通の16とちょっと違うとこで、これができたら今度は跳ねた16分音符、これダウンアップでね、まあ最初ゆっくりでいいので、まあ、ABC の6つやってみます。バリエーションを C で、最後の C の6個目のここに、同じように裏側にバスバリエーション入れます。という具合にバリエーション。それでは最後3番、一応ねロザーナのパターンを入れてみました。これ練習するとこの合間の高田高田ダウンアップの間に左手をゴーストで入れる。そうすると3拍目のところは、ここはダウンダウンタップ、こうなるね。練習しておくとタクツ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 の雰囲気が出せるので、要は叩いてなくてもこういうニュアンスが出せるとグルーブするってことね。これで1から A のこの A からの C からの6つ練習してみました。
ちょっと間違えちゃったけど、ここフィルイン入れたりとかするからね、クラッシュのとこはね。こうやって練習してください。で、16の跳ねたやつってすごくシェイクっていうパターンがあります。この間、大阪さんと対談してて、このリズムパターン、ドンドンタンツカドカドンタンのパターンって、なんか、英語でなんて言うのって言った時に、昔のバンドマンってみんなこれシェイクって言ったんですって。で、僕もその、ヤマハの教本にシェイクって載ってたから、シェイクって使ってます。なんでかっていうと、どんどんタンつかドタンタンパターン叩いてって言わなきゃいけないから、シェイク叩いてって言ったらすごくスマートじゃないですか。で、シェイクっていうのは何かって言ったら、パッドグリーンが言ってたのは、ダンスの名前だと。この、パターンを叩いたダンスの名前に由来してるんじゃないかって話だったんですが、まあ、このパターンね。これ跳ねちゃう。もう丸の内サディスティックまんまって感じになるでしょ。で、これを、3拍目の頭を省略すると、このスネアがシンコペーションしますよねっていうイメージですね。で、まあよくあるのは、これね。で、このシンコペーションのところを、スニアばっかりじゃなくて、これをバスドラに変えたり、ここを、これバスドラに変えてるだけなのね。これをやると、同じ感覚でできるので、これかなりお手軽。とっても、簡単にこのシェイクっていうか、こう弾んだシェイクの感じが出せて、シャッカシャッカ、こうね、ヒップホップのビートの感じが出せて、なおかつ手順的にも簡単。右手がチッカチッカやらなくても裏拍が聞こえてくるから、だからこれが意外とおすすめです。なので、跳ねたビートって言ったらもう一つ覚えぐらいの感じで、この辺のリズムパターンをやればいいのかな。でもまあ、もっともっとこういろいろ使い分けしたいっていう人は、この基本形を全部練習してもらって、できれば、で、グルーヴのためにって感じで、これも練習してもらうと、非常にこう、このヒップホップビートみたいなのが非常に強くなるんではない。この感覚があった上で、さらにレードバックしていくっていう方法は、また別の動画でやってるので、またその辺も見てもらえばいいかなと。まずはこれがしっかりできるってことですね。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございます。いいなと思った方はこのタイミングでいいねを押してもらうと、次の動画作成のモチベーションになりますので、ぜひお願いします。チャンネル登録の方もまだの人はお願いします。ありがとうございました。